대신에 국경 공부와 사실 이해하시는 분들 계시면 좀 일찍 가지고 싶어요. 또 한 번에 ちょっとだから2段階にこれちょっとやる。ふなんか、これはやることだったら練習みたいな。でも、はい。初め2秒止まって、止まる。次は、2秒止まって、回る。次は0.5秒で止まる。最後は、そのままいくと思って、普通の線。そう。それをちょっと行きましょう。2秒、正面でクラブのコンビ。 回る。そう。なるべく自分の中で格好、かっこいい感じをでっかい位置に。今度1秒。で、そう回る。0.5秒。いったら、はい、起き上がる。そう、起き上がっちゃってるんですよ。そう、そう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 。あれで背中も全部突き出してる。はい、最後は、いってからそのまま一緒に、回んない。そう。こんな行きたい。 これ見て、これを多分ちょっと、だから肩、先輩、私もそうだけど、ダウンスイングで開いちゃったら、もうここから、一瞬回れる量って、この時しかないじゃん。これで、正面でバーンって言うと、ここから回れる量、この90度もあるから、だからフィニッシュできないこの人って感じるのは、結構体が開いてないわけ。うん、バックと前まで。だから松山君、こっち向いてるんです。これ、肩が、 ダウンスイングでこうなるの、フィニッシュ。ここまでと、すごい回りしようがあるでしょ。こう、そう、そう。こう来てんのが、ここでインパクトを迎えてるから、ここから回りしようがこんなのじゃん。でも、こうじゃんは、ドライバーで悪かったけど、運動パターンが入ってこう来ると、ここでインパクトしてる人が多いわけなんでしょ。ここから回りしようは、こんなにしかないじゃん。そう。多分、これでしか持ち上がって。そう。そう。そう。 右肩が一番かっこいいスイングでね。右肩がターゲットです。ここはじゃあ体鍛えてるから回るからそこまで。オッケー。だから、ターゲットを刺す。そう。ないでしょ。でもそこから入っちゃう。右肩刺して。もう出ない。ここから、ほら。それそれそれ。これ目指して。から、正面で打って、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 から、正面で
これはちょっと足首を捻挫してたできそうでしょ。できそう。土台の役割はこれ分かってる。そう。面白いな。そのまま多分今日行けばフィニッシュできる。腰がスライドする。そうすると多分ね、普通の感じですか。そう。普通のセグになるんですよ。分かる。そうすると、あ、なんかこう、そう、軽いでしょ。こうやってて、これだけでもゴルフになるけど、こうやって普通にそのまま勢いよくやったら普通のスイングになるっていうのがあったでしょ。結構真髄というか、正面でクラブ様が動くっていうのがメインだよっていう、やっと、なんかやっとできてきた。なんか、アドレスコーチとかコーチするとかじゃなくて、そう。そうそう、そう、本当に最後こうなるから。最後、これになるから。そう。ケア朝の練習の5球ぐらいいいな。全部動かさない、全部下向いたまま、はい、クラブヘッドがそう、あれ動くなってきた。いいね、いいね、嬉しい。下向いたまま足取んないやつ、朝の練習。そう、朝の練習これ、朝の練習これ、はい、5球ぐらい。そうするとクラブが打つんだよ。クラブと手がちゃんと動けば、球だけはとりあえず飛んでみよう。でしょ？出ていくでしょ？はい、全身ポーンって連動して、そう。で、連動してきます。これと芝生って一気に多分中が入る。芝生なんです。でも、めっちゃやってますよ。おー。すごいシンプルになる。そう、そう。はい、でもそこまでですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。